どうも、ロイヤルミズグティーです。今日はですね、増毛スプレーでハゲを隠してみたいと思います。お分かりの通り、結構まあハゲできてまして、M のところと、あとつむじの状態がですね、こういう感じまでハゲてきてます。もう最近帽子取るのも恥ずかしい感じになってきてて、はい、こういう感じのハゲをちょっと今日増毛スプレーで隠してみたいと思います。今回使う増毛スプレーがアンファーさんのスカルプ D ブラックカバースプレーですね。Amazon で2300円ぐらいで買いました。髪を太く黒く見せ、気になる部分を自然に簡単カバー&髪型キープ。じゃあ早速使ってみたいと思います。使用部位から10センチ程度離し、円を描くように少しずつスプレーしてください。じゃあまずはつむじからちょっとやりたいと思います。ちょドキドキしますね。いきます。お、隠れてますね。で、次にちょっとこの M のところを増毛できないかちょっとやってみたいと思います。M のとこはなんか難しそうですね。もう5分以上経ってるんで触ってもつかないですね。で、これ触ったらハードスプレー使った後みたいな、なんかパリパリに髪の毛がなってます。もしかしたら僕がちょっとね、多めにかけすぎてここまで固まっちゃったのかもしれないですね。これは増毛スプレーのパリパリなのか、まあ、そういうねヘアワックス系のパリパリなのかは、まあ多分人にはわからないと思いますね。いけてんじゃないですか。どうでしょう。今からシャンプーで洗い流していきたいと思います。1回のシャンプーで綺麗に洗い流せるってあったので、はい、ということで綺麗に流せました。ちょっと僕が使った量が多かったのか、1回だと落としきれてないなっていう感じだったんで2回シャンプーで落としました。またねハゲてますよね。はい、ということで皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。まあ慣れるまではちょっとセットに時間かかるかなと。でも慣れたら多分適量でできてうまい感じになるのではないかと。なんかこう帽子取った時とかに、あ、ハゲてるって目立たないようにはできそうですね。このチャンネルではですね、薄毛に関する様々な情報をいろいろ発信しておりますんで、もしこのチャンネル気に入ってくださったっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価並びにコメント、どしどしお待ちしております。ということで、ロイヤルミズグティーでした。ありがとうございました。